今、日本の道路である問題が勃発している。それは近い将来、白熱電球の信号機が使えなくなるという問題だ。信号機の電球を作っているメーカーが2028年までに作るのをやめると宣言した。最近の信号機って省エネの影響で LED のタイプが使われるようになっているんだけど、それでも全体の3分の1、約76万基が白熱電球のままだ。地域によっても差があって、東京都の信号機は全て LED になっているんだけど、北海道では今のペースで交換するとあと30年はかかる計算になる。信号の電球は約2年で交換しないといけないから、2030年には電球式の信号機が使えなくなってしまう。さて、ここでクイズを出してみようと思う。普通こういう時、更新を前倒しすればいいと考えるけど、予算の問題があったりして現実的ではない。もしあなたが信号をどうにかしてくれって頼まれたら、どうやって解決する？信号が消えてしまってパニックだってならないように、道路の安全を守るアイデアを教えてほしい。明日はそういえば人にフェロモンってあるの？